目障りな存在ですね。皆さんこんにちは。今回プロレス大好き女子の私が紹介する話題は岡田和親、内藤哲也の意外すぎる関係です。それでは早速始めていきましょう。今回は新日本プロレスの看板レスラーの2人の岡田和親選手と内藤哲也選手が意識し合っている部分について調査をしてみました。2人が看板レスラーになるまで、岡田和親選手は2007年8月デビューしています。内藤哲也選手は2006年5月にデビューしていまして、2人はヤングライオン時代から共に汗を流した先輩後輩の関係になります。2人は共にヤングライオン時代に5から10年戦い経験を積みました。プロレス界では遠征を行うことがあります。プロレスラーとしてキャラの設定、戦い方のスタイルを見つけるのに大切な遠征になります。岡田和親選手はアメリカのプロレス団体 TNA へ遠征し、内藤哲也選手はメキシコのプロレス団体 CMLL へ遠征しました。岡田和親選手はアメリカ団体 TNA の遠征を終えて新日本プロレスに凱旋帰国をした際には髪の毛を金髪に染め、ファイトスタイルもヒール寄りに変更していました。インタビューの際には新日本に金の雨を降らせる化け物を超えた存在と豪語し、自らをレインメーカーと名乗りました。そこから10年以上新日本プロレスのトップを走り続けるプロレスラーになりました。過去経験してきた時代を振り返り、自分自身が行っていた試合への考え方を遠征で学んできたと言っています。内藤哲也選手は遠征から帰国して新日本プロレスでは敵ライバルがいないの状況であった岡田和親選手に勝つため、また自身も何か変わらないといけないところがあると思い、メキシコのプロレス団体 CMLL へ遠征しました。内藤選手はこの遠征に覚悟を持ち、メキシコから何か持ち帰らないといけないという思いが強かったとのことでした。メキシコでの遠征が終わり新日本プロレスへ凱旋帰国した時は、メキシコで加入していたユニットのロス・ギンド・ベルナブスの日本バージョンを持ち帰り、ロス・ギンド・ベルナブス・デハポンのユニットで入場し、表情とともにファイトスタイルもヒールに変化していました。ロス・ウィンド・ベルナブス・デハポンブームになりました。内藤選手は試合内容だけではなくマイクパフォーマンスでも人気を集めました。経営層までも標的とした制御不能な発言がファンの心をつかみ、圧倒的な支持を集めたことが評価され、その年に東京スポーツ制定でのプロレス大賞で最優秀選手賞を受賞しました。2人の対戦成績、岡田和親選手と内藤哲也選手のシングル戦の成績について、2人が過去にシングルマッチを行ったのは12試合になります。第1戦目は岡田和親選手が新日本プロレスでのデビュー戦で内藤哲也選手と戦いました。2人はヤングライオン時代でしたので、黒パンツのスタイルで戦い勝利したのは内藤選手になります。ヤングライオンらしい試合内容で、内藤選手のヤングライオン時代の必殺技フライングエルボーが炸裂したり、若々しい選手が繰り広げる試合になりました。第2戦目は2012年3月に行われた大会で初の IWGP 戦になります。この時は岡田和親選手と内藤哲也選手は5年間シングルマッチでは遭遇しませんでした。棚橋選手から勝ちチャンピオンになっていた岡田和親選手にはファンからも大きな期待が寄せられていて、この試合は岡田和親選手の IWGP ヘビー級王者の初防衛戦になりました。対戦カードとしてこれからの新日本プロレスを牽引していく選手で注目を浴びていました。岡田和親選手のレインメーカーが炸裂してピンフォール勝ちしています。第3戦は2012年8月に行われた G1 クライマックス22の B ブロック公式戦で戦っています。この試合は内藤選手が IWGP ヘビー級王者に挑戦し敗れたリベンジマッチになりました。激しい攻防が続く中で内藤選手の勝利の方程式が決まり、当時使用していたフィニッシャーのスターダストプレスが決まり、内藤選手がピンフォール勝ちしています。第4戦目は2014年4月に行われたレッスルキングダム8で2度目の IWGP 戦で2人が戦いました。内藤選手が G1 クライマックスを初制覇し、この試合が組まれました。岡田和親選手は第59代王者時の防衛戦になり、場内では2つのコール、岡田、内藤が交錯する中試合が始まりました。岡田和親選手のレインメーカーが炸裂し王座防衛に成功しました。第5戦目は2014年7月 G1 クライマックス24の B ブロック公式戦で2回目の対決になりました。 G1 クライマックスの成績は3勝1敗とともにトップを走っていた2人が戦うことになり、
内藤選手の勝利の方程式が決まり、フィニッシャーのスターダストプレスが決まり、内藤選手が勝ちました。第6戦目は IWGP ヘビー級王座挑戦権利賞争奪戦で、岡田和親選手が保持している IWGP ヘビー級のベルトをかけて内藤選手が挑戦することになりました。内藤選手としてはメキシコ遠征に行く前の最後の岡田和親戦になりましたが、岡田和親選手が権利賞を防衛する形で勝利しましたが、内藤選手のファイトスタイルががっちり形にはまり、これまでの試合と比較してもかなり完成度の高い試合と評価されています。この試合後に内藤選手はメキシコへ遠征しました。第7戦目は3度目の IWGP ヘビー級王座戦になります。岡田和親選手、内藤選手は1年半の期間を経て全く変わった2人が再び戦うことになりました。内藤選手はロスベルナベスデハポンのユニットを組み、ニュージャパンカップ2016も制覇し、ノリに乗っている時期で新日本プロレスの経営層へ不満を持つファンも従えた岡田和親戦になりました。試合終盤でレインメーカーを狙うも内藤選手が回避し、当時から使用していたフィニッシャーデスティーノが炸裂し勝ちました。内藤選手は初の IWGP ヘビー級王座になりました。第8戦目は2016年6月4度目の IWGP ヘビー級王座戦で岡田和親選手と内藤選手が激突しました。今回は内藤選手が王座で、前王座の岡田和親選手が挑戦者という逆の立場になり、試合は行われました。内藤選手サイドのセコンドに武士選手と真田選手には帰れコールがあり、岡田選手も内藤選手に1対1の対決を要求しました。試合が始まり両者大歓声に包まれました。岡田和親選手がジャーマンスープレックスのクラッチを外さず、レインメーカーを2発炸裂させて岡田和親選手が勝利し、王座に返り咲きました。2人の試合はベルトをかけた試合が多く、年々試合レベルが上がり、ファンからもかなり評価されています。岡田和親選手、内藤選手が双方で見てきた印象、数々の試合を行ってきた2人は新日本プロレス50周年記念大会で福岡ドームでメインイベントで戦うことになりました。試合前の会見で2人は以下のようにお互いの印象を語っています。岡田和親選手は内藤選手について以下のように語っていました。内藤選手は新日本プロレスに入団した際に先に道場に入っていた年齢的に近い身近な先輩でした。メキシコにいて他団体から新日本プロレスに入り、新日本プロレスがすごいなと思えたのが内藤選手でした。そういう選手がずっと身近にいて、ヤングライオンの時も何戦もやり合いました。新日本プロレスのデビュー戦の対戦相手は内藤選手でした。最初は内藤さん超えていかなきゃいけないという存在でしたが、サクッと超えさせてもらいましたけれど、その後も勝ち越せない中で何回も戦って、やっぱりすごいレスラーだなと、自分の見る目は間違っていなかったと余裕の笑みを浮かべていました。ライバルではないですけど、なんかずっとお互い意識し合う存在。内藤選手からお意識されていると思いますし、自分もロスリンゴベルナブレスデハポンの内藤選手のカリスマ性は羨ましい気持ちになります。内藤哲也選手は岡田和親選手に対し、目障りな存在ですよ。新日本プロレスに入団すると耳にした時から、普通は入門テストを受けるのに岡田だけ入門テストも受けずに入れるのかとも思っていたし、入ってきてから団体や他の選手の岡田への期待っていうのを自分は感じていた。なんで外から入ってきた岡田をみんな期待するんだという悔しさはありました。岡田選手は2012年に IWGP 王者と G1 クライマックス優勝を勝ち取り、内藤選手は2013年に G1 クライマックス、2016年に IWGP 王座になっていますが、いずれにしも岡田選手に先を越されています。内藤選手は先に IWGP ヘビー級王座も取られましたし、 G1 クライマックスも先に優勝されましたし、常に嫉妬の対象として見ていました。ただ理由はなぜか分かりませんが、今は岡田和親というプロレスラーをちょっと余裕を持って見られるかな、それぐらい今の自分には余裕があるかなと語っていました。岡田和親選手と内藤選手の関係性からすると、若手時代から練習を積み重ね試合を行ってきましたが、後輩である岡田選手に内藤選手は先を越され、岡田選手を追う形でプロレス人生を歩んできました。内藤選手も後を追う形になりましたが、 G1 クライマックス、 IWGP 王座に輝き、そして内藤選手のユアニットのロス・インゴベルナベス・デハポンと共にプロレスファンから圧倒的な支持があり、
ようやく岡田和親というプロレスラーと同等立場になってきたと感じて心の余裕を持っていると思います。近年の新日本プロレスでは新時代のプロレスラーは岡田和親選手と言われていきましたが、内藤哲也選手という発言力のある選手もファンの心をつかみ、看板レスラーは2人になりました。今後の新日本プロレスの記念大会のメインイベントは岡田和親選手、内藤哲也選手がいなくてはならない存在になりました。